でも前のちょっと経験を生かして、うん、まあ、ポセイドンないけど、これはハーネス行くわ。あ、まあ、相性とかないと思うけど、まあ、とりあえず前回引いてるから、まあそうね、なるほどね、うん、まあ、俺は引いてないけど凱旋はいっぱい出たんだよね。出てた SDG で。じゃあ凱旋行こうかな。お前はなるべくあのハマってるやつ持ってろ雑ハマってる太ってろ、うるさいなお前はなるべくハマってるやつでも打ってるよっていう乗り打ちの味方に言われたんで。そんなことあります？693ゲームハマってて、今日当たってないじゃないですね。据え置きだとすれば839かな。エルゾーン来なかったからやめた的な感じ、まあ、多分据え置きなんでしょうね。ってことはあと800ゲームで天井。ただ目指すべきはゴッドだから、要は1回転ゴッドとかやってみたいっすよね。そんな簡単じゃないよね。まあでも突如として訪れるというのがゴッドですからね。まあ、一応ですね、前回確かここで、まあ、高設定っぽいといえばっぽい挙動だったんですよね。なのでまあもちろんね、そんな前回そうだったからってどうかわからないですけれども、まあ設定が入ったっていう、まあ、自分の中の予想ですけど実績があるんでここに座ろうかなと、まあ、最初から思ってました。頑張ろう。まあ、ちなみに前日はもう回ってなくてゼロなんで、まあ、チャンスゾーンからヘルゾーン降格等の変換っていうのはちょっとできないですね。嵐さんは、おお、凱旋行くのか。まあ、ゴッドを引けばいい企画なんだけども、前回ゴッドを引かずにいっぱい出してますから、ああいうのも大事なんですよ。まあ、よくあるのが、嵐の横はゴッドが引けるんじゃないかと、まことしやかにささやかれているので、そこから始めましょう。まあ、これは完全な印象論ですけど、個人的には通常時よりも DG 中にゴッド引く方が気分的に得意なんで、まあ、一応初当たりを聞いてる台で、まあ、まず初当たりも目指しつつ、もちろんゴッドを認めに行こうと思います。普段嵐さんのどっちの隣でゴッド引かれることが多い？なるほど、そういう考えね。右？こっち？いや、左かな。どっちだ？じゃあ左にするわ。うん、左で行く？バカめ。いや、でもあれだよ。俺の隣にいた時にゴッドほとんど引いてないですね。引いてない。ゴッドワングランプリほとんど引いてない。さあ、それでは嵐の隣でゴッドを引きます。嵐あるあるね。結構時間との戦いでもあるからサクサク行きましょう。まあやっぱり設定差のない8192分の1のフラグですから、そう簡単にはいかないとは思うんですが、まあ、一応僕の中でこれもまあオカルトなんですが、まあ、経験則としてよくチャンスボタン演出を弾けてるときは不思議とゴッド弾くんですよ。チャンスボタン演出がよく出てる、弾けてる日はあ、これゴッド弾けるかもしれないなと期待を膨らませながらいつもレバー叩いてます。自分の中ではゴッドフラグの存在を忘れてるときに限って弾くことが多いんで、弾け弾けと思ってるときって不思議と弾けないんですよね。普段通りに DG 中はキナナの5連を目指して、通常時は初当たりを目指して打っていく過程の中でゴッドが引けることを祈りましょう。あとはゴッドを引く上での得意なシチュエーションとしてゴッドワングランプリっていう特番があって、まあ、あの初回から出させていただいてるんですけど、京君が隣にいるときはゴッド引くんですよ、不思議と。だから今この状況も僕にとっての得意なシチュエーションと言えますから。なぜ嵐の隣でゴッドが弾けるのか、そこですよね。なぜか、まあよく言われてるのがその無心の状態になるとゴッドが弾けるということは、隣の人、嵐の隣の人は嵐の話に耳を傾けてるのかもしれない。
多分荒さんのファンですよね。荒地ファンが引くわけだから、だからこうやってちょろちょろ見てるわけですよね。こうえ、いや今どうやったら引けるかって考えて、なぜ荒地の横のはゴット確率が上がるかって考えたら、ずっと見てるんじゃないかって、あなたを。おいやいやいや、そうすることによって無になるから、こっちがないがしろにされてゴットが立つっていう。でも俺そんなに視線を感じながら凱旋打ったことないでもやっぱヒョウ君も同じこと考えてますね。忘れないとダメなんですよ、やっぱり。こういう話聞いてるわけですよ。狙って引こうと思って引けるフラグだったらもうみんな引いてるわけですよ。となると逆説的に考えると、いかに心の中からその狙う気持ちを捨て去るか。あ、でもいいですね、完全に無心ですね。本能となると比例しない。お、伝統ですね。モードが通常以上にいてもおかしくないかなっていうような雰囲気は醸し出してたんで、知らぬ間に天国に上がってヒットっていう可能性もゼロじゃないですよ。はい、あ、あるぞ、これある。なんでよ、なんでレア役なのここで。しかも上がらない、斜め転廃してる、熱い。ああ、これはいるんじゃないですか、さすがに。あ、初当たり、やっぱちょっと悪くなさそうですね。さあ、得意なシチュエーションで持ってきましたよ。いや、だから今あなた気を良くしてるでしょ、うん、それをこっちで、そういう時に引いてない隣の人。ああ、なるほどね。あるでしょ。あ、いいなって。俺喜んでたけど向こうの方がいいなっていう。ーンってなる。なるほど。そう、今画面にバカ2人映ってるだろうけど、今回から初めてスポーツ見た人はもう視聴やめると思うよ。こいつら一体何を言ってるんだ。イエローバーニングしちゃった日にはこれやばいですよ。ホワイトディスク、まあ天国で当たったんじゃないかなと思うんですよね。3枚とかの連続する最中もストップポイント、おなな、おななです。からのあるかい、よいしょ。さあ、どん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 ゴッドから意識が離れていく。いいな、 G ストップ今俺いいな、 G ストップって言いながらレバー叩いたの。やばいね、これやばいよ、これやばい。引き寄せた可能性があるよ。やめろ、やめてくれ。上がるな、上がるな、上がるな。危ねえ、危ねえ。神の雷が、ね、しかもそう。あー、かかりなし。これは目押しじゃない、心で押すんです。不意が揃っている瞬間と音をイメージして。あ、惜しいね。キナナ3年で届いたし、全てのチャンスを棒に振りましたが、今完全に忘れてましたからね。お、あ、一番チャンスを取る。1セット目は上乗せなしと。ただ天国で当たってる可能性は否めないので、ループストックに期待しましょう。4分の1でいく。お、行くんじゃない。結構早いね。241ゲーム投資1万1000円で初当たり止めましたと。何にもないな、知ってたけど。さっきちょっと打ち出してすぐにエルゾン合格っぽいところがあったんで、まあ据え置きの可能性があるというね。一応こう見た目400になった時の、まあ、鎖の様子で
強気だった場合はちょっと大移動も視野に入れつつも、まあでも要は1回目エルゾン工学ではそこが400のゾーンだとしたら次800になっちゃうんで、まあ、ちょっと捨てていいのかどうかっていうの微妙なところですけどね。まあ、昨日0回なんで一昨日との許しになるんですけど、履歴から計算できますね。昨日1回しか当た、一昨日1回しか当たってないんで、よいよい腰だったら286です。だからさっきの140ぐらいで鎖出たのはちょっとやっぱ400のゾーンって怪しいですね。僕が打ち出した時131だったんで、すでに、よいよい腰で400到達してたんですけども、それに気づいてなかったっていうだけかもしれない。まあ、あえてのこっちの角をやるっていうのが一つあるんだけど、回ってないし、で、あの前回あのライン絞り込んでいったのも平安ありきなんですよ。まあ一昨日出てるな、平安ありきなん でこれゼロだから、でゼロのやつがまだ何台かあるんで、やっぱ平安しましょう。落ち着け俺。具体的には今の場合は変更してる可能性のある台を探していくっていうセオリーをちょっと無視してましたね。ちょっとやってやるぜ的な、ゴッと引きゃいいんだろう的なんで冷静さを欠いてました。前半っていうのは何の人もそうですけれども、上げてたら嬉しいやつを見るのは基本だと思います。どっちも昨日出てないんでやりましょう。まあ、ほんとサクッとあのパキパキ言うかどうか見ていく感じです。余計なもん引いちゃうんですよね。1ゲーム目に中断で引いちゃったよ。いやいや、ない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 パオチャンスボン、よしよーチャンスチャンス、今チャンスだよ、はいはい、え嵐に嫌なことがあるとその両隣でゴッドが引き、あそう、ね、立ちやすくなる。俺ちょっと移動するけど俺移動するけど、ほら俺がだけなんだ、そうだね、そういうこと言ってる。ちょっとチャンスオーターエンスが引けてないから少し間を置きましょうか。まあ、今回は本当にバカ企画なんでいろいろバカなことやっていきますよ。行きましょう。やっぱりこの最中にゴッドが引けるもんだと思ってたけど、甘くねえなやっぱ。うお、いたいいぞいいぞ。サマイ的にはこれで、まあ、プラマイゼロぐらいになった。おお、なんだなんだ。まあ薄くいいループが選ばれたのか、うん、まああとは裏点とか行って乗ってるかとか、あ、ね、まあいろんな要素が考えられるけど、いい感じだね。羨ましい羨ましい羨ましい。その気持ちが高まるほど俺がゴッと引くかもしれない。なるほどね。あるでしょ。でもさっきと言ってることが真逆な気がするんだけど。でもあるでしょ、ずるいよあいつばっかりってあるでしょ。そう、それはある。今日はリプレンがやれる機会、今のイメージでこの辺からエアが飛んできます。今のイメージです。見える、心の目で見えないアルテミスの矢が俺には見える。見えないないですね。一歩越したかったな。
135135。よし、さあこれでまず初当たり一発プラス、まだ G ストップは続きますからね。V サイン、ああ、なんで俺 V を狙う？ダッシュ！よしよしよし。パンパンパン。よしな。ここはまずやんなきゃ。そう、この辺ぐらいに鏡狙った方がよかった。一番嫌なやつ出た。お、揃える。あー、情けねえな。こんだけチャンスもらってこれですか。ちょっとね、見つけられなかったので、ちょっと無理やり、まあ、今ある情報の中からなんとかやってみようかなと。で、最初に打った右端の歯です。あれが本当はこう場所とかデータ的にこうなんとなく入りそうなって気がしたんですけど、あれはちょっと強気っぽい挙動がもう出てしまっているので、ここはもうアドリブというか勘で、で、まあ、あんまり根拠はない。まあ、そういう動きだけでも1万3000使ってますけども、しゃあないですね。まあ、朝一からじゃないっていうのもありますし、当日の800ゲームの AT で800ゲーム超えましたね。エルゾーンの煽りは現状来ていないですね。ダンリップで風吹いたからモード上がったしよ。巨大化からのその何、おー、びっくりした。7揃いってかっこいいですよね。7でっかいやつね。あー、びっくりした。天国上がってたのかな。23、おっ、ちょっと、まだ落ちたと決まったわけじゃないですもんね。あ、あるんじゃないかなこれ。うん、当たりましたかね。当たりました。951ゲーム、投資9000円。まあ、まあまあ、127枚。あんまなのかな、あんまりな感じはしますね。まあ、とりあえずこの台は、まあ、天井狙いを視野に入れた台選びだったんで、ここは退いとく方がいいのかな。何もわかんないっすよね。朝一台があるから、とりあえず朝一台ちょっと打ってみます。昨日出てはいますね。出てはね、まあ、他に打つ台もないし、とりあえずちょっと触ってみる的な感じで。さあ、それでは凱旋177番台朝一台ですね。これまでの投資が1万円で、この台から1万1000円目いきましょう。
君を見てたよ。マジで？うわー激アツ出てる。うわやべえ、これはやばい。激アツ4、ここにいるで、この押した時はここまで上がった。1まで行ったんでしょ。やばい、中段にゴッド止まったら1近くだろ。ただ中段キラーの可能性もあるから、それだけが懸念材料ではあるね。うわこれは浸れたな、多分これは来たんじゃないですか。ありがとうね、行くぞ。ありがとうございます。ただ中段キラーキラー、危ない、危ない、よかった、上まで行ってくれてありがとう。当たったかな。いやいや、しょうがなくない。なんかチームワーク悪いんじゃないのか。もうこのままエンディングいってんじゃないか。なるほどね。いやちょっと獲得枚数は少なかったですが、まあしょうがないですね。でやっぱ G ストップケーキなんで、ループストックもちょっと厳しそうです。おリプさん、お4、うめえ。ああ行ったかもよ。あちょっと話しかけないでもらっていいですか。急に話しかけないでもらっていいですか。急に見ないでもらっていいですか。俺はずっと見てる、ね、はめてよ。俺はずっと見てるから。はい、149ゲームね。ゴープゲープ SS。 あー5か、まあいいや。よしよしよし、なんか軽いね、当たりが軽い。2万円使っちゃいましたね。これ3枚目です。なんとも何もない。ゴッドどころか当たりどころか天国もないと思う。ヘルソンやらせてくれた。よしよし、自分で言いたやつですね。酔い腰的にも遠いですし、現状のゲーム数も209なんで、やっと何かありました。頑張れ、なんか出て。テンパらないで。あまあもういないね。もういないっていうか、初めからいなかった可能性も高いんで、これでやめるかな、リスク回避で。まあ、今回したところまででも全然いい挙動を見受けられなかったんで、まあ、やめること自体にはそんな未練ないし、もし何だったらもし、変更だろうという挙動が出ちゃって、この台続けなきゃってなったらきつかったかもしれないんで、現在投資29,000円。まあ、腰据えるっつったけどね、こうなったら据えないですよ。208は触ってないんだ。最初から回されてたんですね、これで。まあ、上げるのにはおあつらえ向きな、4日前出てるけどみたいな。なのでもう何も分かんないって意味でこれやりますか。でこれでもし、据え置きだろうということになって、まあこれで言うとあと300ゲームぐらい回して、あの鎖が出ちゃったりしたら、もう800なんて追うと、むちゃくちゃ負けるかもしれないけど、そうしましょう。まあ、ブラックアウトさせて満を持して呼びに行きましょう。ちょっと枚数少ない。
これでとどめじゃないか、集団リップじゃダメか。さあそろそろ22ゲーム、3年でございます。ふぶけ。極寒の大地。何でしょう。ただあるぞ。可能性は。そいや。おお。すごい。75連はループストックがドエリアごとになる可能性ありますから、こここそ極寒の大地、イメージはシベリア、その先グリーンだと。スラナは出ました。あるあるぞこれは。おお、わざわざ氷エース出てるもんね。あまあまあ、とりあえず初当たりはゲットでございます。これでキナナとかやったやったやった。おっし、これはありがたい。なんとか追加投手間流れて、よし、ただ追加投手はやはり増えてきた。この投手が4つなのかね。さあどうかな。399でも出てるからな。まあでもメルトンで行ったらもうそう判断するしかないですね。400で行ったってそんな都合よく嫌なこと起こんないだろう。ちょっと399と400で、ね、そっから鎖出ないってなんだろう。判断つかねえ。最悪が弱いですね今日は。さあ頼む、昨日の3年でも当たっててお願いします。頼む、意外とやだ、俺にとっよし。これで昨日の3年での当選の可能性もアップですね。さてここでもう一発出てくればループストックに引っかかった可能性が出る。やっぱ厳しそうしないでも、まあ4連と3連両方で当たって1個ずつっていう可能性が高そうですね。モードはよくなさそうなんで、当たったらループストックがいたってことになります。
それかもう定格で謎当たったからどっちかですね。いいかな、まあ、可能性あるんでゲーム数的にはほんといきなり始まりましたからね。初期7、2連状態で終了。泣くよ、ウイス。いや、キョーキーロー、カモン、オーノー、右上がり、ノー、テンパってないですよ。さすがに一発か、ここ抜けちゃうと何回も潜伏が選ばれるというのは考えづらいですからね。いやでもなんか始まる前から今日は孫さんが引きそうな気がするとは言ってもらえてはいたんですよ。俺もちょっとだけその気にはなってたんですよね。そうなのかなっていけんのかなみたいな。うん、ちょっとだけですよ、そんなん言っても、うん、さあ、とかなんとか言ってたらもう気づけば800ゲームです。さあ、果たして設定変更されているのか強気なのか。さあ、見た目で800超えてますけど分かんないね、ここでヘルゾン出てきても。いらっしゃらない。浮かび上がらないもんかね、あのこの辺にふんわりと。嵐見てたら神殿行った。もう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 北の大地打法もダメですか。ロロ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 、ちゃんとちょっと見えますかね。うん、いいプレー違い。ただまたもや死なない怨念が初当たりを引くという良好に恵まれました。決まり手ですね。軽いなぁ、なんだこの台。あーどうだろう。あーされてるっぽいされてるっぽいし、天井かな。3じゃない、3じゃない。でも V の時大体手前からもう V の煽りが来るんだよな。ここですわ。そしてV。はい。いやー。さああとはもうブルーレジェンド、ブルーレジェンド。とりあえず当たりました。天井ですね。1016ゲームトータル56,000円、頼む。白い、白い、やばそう、やばそう。大事よ、ビリーブビリーブ。顔がホワイトディスティニー。顔がホワイトディスティニーだよもはや。
さあもうそろそろ誰かゴッド引かないと。みんなもちょっと嫌な予感してきたでしょ。あれこいつら今日もしかして引かないんじゃ。俺らもそう思ってる。お、中断。鏡。ほんと簡単に当たるな。173。これで、1570ですね。強気だった場合は。さあさあさあ、マジで変更だったら地獄。まだまだあるもん。96。わあこれないわ。97 98、1600。うわ変更かよ。マジか、マジかよ。いやいや、400のゾーンも800のゾーンもヘルゾーン引けなかったじゃん。7、いやゴッド7で乗りました。7を引かせてくれ。7来い。いやゴッド、甘くないよな。そんな気ならじゃなければ。おお、まさかの右上がりで乗った。右上がり気ならで乗った。めっちゃ薄いやつだよね。ここで終わっちゃったか。あるぞ。よし、Gストップいった。三枚役の連続でいったっぽいですね。三だったね。だいぶ孫さんも盛り上がってきた、ね、だいぶ今までご迷惑をおかけした分がちょっと戻ってきました。今投資いくらなの。5万6000円。お前ふざけんなよ。いくら。5万6000円だ。でもこう設定のことある。あらら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 らあららら。いやいや、400ってことでも800ってことでもエルゾーン来なかったんで実行してるんだけど。7？ 5、6だよ。だってそれ以降俺だったら当たりゼロだもん。マジか。俺11だから。14万ぐらい。どうせめてゴッド引こう。もう興味ないよ。もう興味ないよ。イナゴいますね。マジか。これは予想外な妨害の連チャンが始まるやもしれません。何事だこれ。なんだなんだ
よし、これは来そうな感じがする。よし、ゴー。ああ、あったね。いやでもこれあんま引けないんだよって。じゃあやるか。どうかな。どうかな。ああ、もう普通に叩けばよかった。さあ、これで見えてる分は全部終わりましたね。1717枚。ここでもし出てきたら、天国ある80パループ獲得してるか、途中で中断キナナ引いたんですよね。あれで当たってたりするとかないのかな。弱い。あー、弱い。9枚目。9っすよ。9、9。0からストレートでここまでハマったことあったっけ。まあ、1回ぐらいあるか。ちなみに当たりなしだぞ俺。当たってないんだぞ今日。天井でしょうね。さあ、一人で行ったよ天井俺。いやー、登るのが高い山だったな。登ってみたら低いかもしれないけど、まあ、せめてもの救いは、まあ、天井消火中でも今でもゴッドの抽選はしてます。なんでまあ僕が気持ち的に諦めてもダイバーの企画を諦めないっていうね。で、諦めても諦めなくても抽選は同じようにしてるんで。土下座まで行くな、おい。はい、1600。はい、1600、ザッソ。で、マジで一人で行ったのは本当。いや、まあ、ゴッド突っ張り系の人はまあよくあるかもしれないですけど、僕はないんです。その800のゾーンを過ぎても続けるっていうのは相当なことなんで、その経験がないんでしょうね。角度終わるのかな。カット今一回出てくれたよ。もう見えない。いや、涙で霞んでるわけじゃないよ。またこっちのカットインか。もう一回カットイン出てた。